今日のモーニングデボーションの箇所は申命記5章ホーキッド先生によるメッセージです。これは神様が炎の中から私たちに語ってくださったというこの内容となっています。私たちは先週この雅歌8章最後の章を終わりました。雅歌ではこの神様の愛は炎のようであるということを私たちは学びました。で5章でこのホレブでこの火の中から神様語ってくださっているこの栄光を帯びて私たちに語ってくださっていることが書かれています。イスラエル人がこのホレブのふもとに立ってそして主がご自身を表している、まあ、彼らは非常にそれを恐れたんです。彼らはその恐れの中で聞くことができるでしょうか。まあ、彼らはホレブの元で非常に恐れてこの罠を泣いていたんです。私たちは神様を見たからもう死んでしまうのだろうかと。でモーセはこの神様の律法をこの受け継ぎたいこのイスラエルのためにこの渡していきたいと思っていました。で神様のこの火というのを、まあ、私たち恐れます。しかし私たちこの神様ご自身を表すのは私たちが神様から離れるのではなくて神様の声をしっかり聞くということです。以前は彼らはルールも何もなかったので自分勝手にこの行動してました。彼らの中にはたくさんの会員の罪がありました。まあ、みんながやってることだから自分もやろうとそういうふうに考えてました。しかし主は炎の中から語ってくださっています。しかしその炎の彼らを見たので主を見たので非常に恐れます。この私たちの中は偶像礼拝がたくさんあります。私たちは恐れます。まあ、自分自身が偶像になっているんですよね。自分自身、好き勝手なことをするでイスラエル人はたった一つのことを恐れました。例えば食物がないそれを非常に恐れました、まあ、前動物のように私は食物がないと非常に恐れます。神様はこのホレブでこの火の中から語ってくださってそして清さを表してくださっています。私たちはまるで動物のように生活しなくてよくなる。私たちは自分自身を回復しなければならないのです。この人のように私たちは動物ではなくてこの神様がつけた人として生きなければなれません。この火の中から神様の御声この私たちに命を与える実戒を神様が語ってくださった。神様はまず人と契約を結んでくださいました。このイスラエルは以前まさか契約を結ぶと想像もしてませんでした。
例えばあの神様が強いからあの神様を拝もうと、この神と関係があるから交わりがあるからこの神を拝もうというふうにはならないんですね。ただこの神には力があるから、じゃあこの神を神様を拝もうと。例えばあの香港にあるこの偶像があるんですけども、有名な偶像ですね。本当に彼らこの偶像を愛してるでしょうか。しかし誰もこの偶像礼拝をしている者はこの偶像を愛しているとは言いませんね。この偶像がまるで何か力があるように見えるから彼らはそれを拝むんです。この偶像っていうのはもうこの人間の力で作られたもの。このイスラエル人たちはここで主と契約を結ぶ5章だよ。一節見てください。聞きなさいイスラエル、今日私があなたの耳に語る掟と定めとこれを学び守りを行いなさい。この耳に語る掟と定めとを守り学び守りを行いなさい。聞きなさいと。まあたくさんもう非常に有名な箇所なので誰もこの箇所を注意深く読みませんね。これ私これ何かただ適当な知識ではありません。この学びそして守る掟を守る掟と定めをあなたにあげようと。この契約というのは神様と私たちの関係のことです。私があなたを作った、あなたは私のためである、だからあなたは私と契約を結ぶ。例えばあなたはエジプトで奴隷でした。でもしあなたがエジプトにいるならあなたは神様と契約を結ぶでしょうか。神様は私たちを本当に宝物と思ってくださっています。契約を結んでくださいました。神様と結ばれたのです。神様と契約を結ばれた、この結ばれたのです。この契約を結んだ後、これは全てが神様と関係するものとなったのです。この契約というのはこの先祖だけではなくて私たち今日生きる私たちにとってもそうです。この7年ごとにこの契約は更新される。この7年ごとにこの契約は更新されると主は言われました。そういうことであなたは その時にあなたは私があなたを神であることを知ろう。この契約というのは死んだ者のための契約ではありません。この契約はホレブであなたと私がこの契約を結んだ。イサクとヤコブそしてモーセ、今日モーセ、そしてモーセは彼らを救うために神様に召されたのですね。4節、主はあの山で火の中からあなた方に顔と顔とを合わせて語られた。
ホレブのホレブ山で、これは完全に暗闇ではありませんでした。何か他の宗教のように闇の中ではありません。神様は一人一人全てに語られているのです。このホレブ山でみんなが神様を見ることができるのです。この火の中から語られているので、これは神様の火です。まあ、神様はこのホレブ山でに住んでいるわけではありません。このホレブで、イスラエルの民と会われた、イスラエルの民はエジプトから脱出するということを経験しました。40年間彼らは雲の柱、火の柱を見ました。それで彼ら、これが彼らを導きました。40年間の間、この火がホレブ山で現れたのです。力と栄光がこの火の中から表された。火の柱より偉大なものだと私は信じています。4節、火の中からあなたが顔と顔とを合わせて語られた。非常に深い関係ですよね。顔と顔を合わせる、彼らは非常に神様と近い、そのような関係を持っていたと。火の中からこの実会を語られた。非常に特別なコンセプトだと思います。出エジプト記でも実会が出てきました。実会が火の中で渡されたとは言いませんけども、しかし申命記5章ではもう一つここに語られています。この実会で火の中から主が語られたと明確に書かれています。この5章では7回も火の中から語られていると書いています。神様は火の中から語ってくださっています。そして顔と顔を合わせて契約を結ばれました。そしてこの実会が語られます。そして最後にはこのイスラエルの実会に対する応答が書かれています。この5章の最後の部分ですね。神様が火の中から語られている。7回も神様がこの栄光、そして神様の清さを表してくださっています。神様はミステリアスなお方ではありません。神様はご自身を表しておられます。非常に明確にご自身を火の中から人々に対して表しています。そしてイスラエルは顔と顔を合わせて主を見られた。23節、あなた方が暗黒の中からその御声を聞き、またその山が火で燃えていた時にですかね。なぜここ23節 でさあ突然この暗黒の中から神様語っていると、神様の民を守るために突然神様はこの闇を送られました。火と、雲と暗闇。22節23節ですね。この暗黒、この暗闇というのはこのイスラエルのためです。そう、
主の火の火によってこの焼かれないために神様はこの闇を送られました。この5章の最初ですね、実家のことが書かれています。もう一回戻ってください。6節です。この十戒というのは、10個の律法があるということです。一つ一つ、それぞれの文章となっているこの十戒、十個あるということですね。6節から、あ、この6個目から10個目までは一つ一つの言葉となり、殺しはならない、監視はならないと、してはならないと、 してはならないという接続詞になっています。ヘブル語ではこの殺しはならない、殺してはというのが一つのこと、単語となっています。殺しはならないというか、私たちは命を尊厳しなければならない。最初の4つの十戒は、契約を結んでくださった神様がどのようなお方だということを知るための十戒です。たった一人の神様しかおられない。彼らは偶像礼拝をしていました。なぜなら彼らは恐れに満ちていたからです。でエジプトを離れて、こうイスラエ、エジプトから金や銀を取ってきてたのを覚えてますか。この金や銀というのはこの偶像でした。この金の格子、彼らが作った金の格子覚えてますか。彼らはこの金や銀から作りました。でアロンでさえこの金や銀を持ち出してこの偶像を作るということを許可しました。そして金の格子が出来上がったのです。この金と銀はこの違うそれぞれの偶像に姿を変えました。まあ金の格子は小さい偶像、この偶像は彼らをエジプトから連れ出した神ではありません。主は言ってます。私が神であって、神であり主である。エジプトにはたくさんの偶像があったと思いますけれども、神はたった一人のお方です。例えばこのバッタをもう偶像、あんた バッタなど礼拝しなくていい。本物の神様を礼拝するからに彼らはこのバッタを礼拝したり、まあ、自分が好き勝手な偶像礼拝をしてたんです。彼らは恐れから偶像礼拝に走っていきました。この偶像を愛してるから礼拝するのではなくて、彼ら恐れの中に あるので偶像礼拝をするのです。タイやたくさんの偶像を持っています。彼らにたくさんの、寺やそのようなものがあります。まあ、本当に恐れに見て、この人々を恐れさせるために。
私たちの立った人に生きとられる神様は私たちを作られました。このエジプトの奴隷の地から救ってくださいました。これは神様の、その愛です。もし一回主があなたを愛しなかったらエジプトから連れ出すことはなかったでしょう。この偶像はあなたを愛していません。なので偶像はあなたを救い起こすことはできません。私たちの神様も創造主であり力ある神様です。たった一人の生きておられる神様です。その神様が火の中から語っているのです。私はあなたの神である。なので他のあなたの他、私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものも、下の地にあるものも、地の下の水のにあるものも、どんな形も作ってはならない。あなたはもう暗闇の中にいることはなくなる。しかし人というのは偶像を作りたがります。そのような傾向があります。神様とカートカーを合わせる人はありません。私もう私のお母さんも亡くなったんですけれども、まあ、お母さんがそこにいないからといって、まあ、今でも目を閉じると母のことを思い出します。なぜなら私はこの 母と良い関係を持っていたので、目を閉じても母のことを思い浮かぶことができます。この愛というのは一番力強いものです。もしあなたがこの神様と何の関係もなかったら、あなたがこの神様に対して愛がなかったら、そして神様があなたを愛してなかったら、私たちのこの人生、私たちの心にこの愛というものは大きく表されます。彼らは40年間アラノをさまよいました。このエジプトにいるときに10個の災いがあったのを覚えてますか。そして、この航海は彼らが渡ることができたのを覚えていますか。そしてアラノでは 火と雲の柱が彼らを導きました。食物も水もなかったときに神様は彼らに食物を与えてくださいました。でカナンの地でアモン人を滅ぼしてくれた。そして巨人とも戦うことができた。神様はそれらを通して私があなたの神であるということを語り続けています。この体験というのは私たちにとって本当に現実なのです。神様のこの臨在を感じることができる。偶像を作ってはならない。でそれらは拝んではならない。あなたの神主である私は妬む神である。この妬むというのは、まあ、愛の内から出てきています。この人を愛してるから妬むんですよね。例えばあなたが映画の中でこの男女が出てきます。まあ、非常に彼らをただ愛している。
例えばあなたが母親として自分の子供がいじめられたら、あなたはこの怒りを感じますよね。このように感情があると思います。神様は同じです。神様は私たちにそのように思ってくださっているのです。この妬むということ、妬むか、私を憎む者には父の咎を子に報い3代4代にまで及ぼし、私を愛し私の命令の恵みは千代まで施すからである。だから偶像礼拝してはならない。次の世代、もし父が偶像礼拝をしているなら、その子も偶像礼拝をするようになります。3代4代と彼らは偶像礼拝をしていきます。そしてそこには裁きがついてきます。私は愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施す。私たちは神様を尊ばなければなりません。神様を中心としなければなりません。神様をコントロールしようとしてはなりいけません。あなたの祈りを用いて神様をコントロールしようとしてはなりません。あなたは神の皆を乱れに唱えてはならない。主は皆を乱れに唱えるものを罰せずに置かない。神様に反抗することです。で、私のある生徒がこの、ギャンブルする前にいつも神様の名を使って祈っていました。この競馬ですね、競馬のギャンブルを、始める、このギャンブルを始める前にいつもこの主の名を使って祈ってた。しかしそれが間違いということを気づいた。で、12節、安息日をもってこれを聖なる日として、あなたが神の、あなたの神主が命じられたと通りに6日間働いてあなたの全ての仕事をしなければならない。このイギリスのこの改革があったのを覚えてますか。この歴史の中ですね、この児童労働がありました。で、彼らをずっと続けて働いたのに、しかしこの7日目、この主の安息日には休まなければならない。もし安息日に神様と会わなければ、それは何かが間違っているのです。霊的なこと、霊的な神様との関係を回復するための安息日があります。新しいコンセプトですね。この安息日を守ることで私たちの人生のこのテンポ、調子を神様と表すことができるのです。この6日間働いて、そして7日目には安息を得る。これは神様のリズム、人生のリズムです。この主にあってこの休むということを楽しむ。あなたはこの働きを楽しんではなりません。あなたは安息日で、あなたは働いています。あなたは休まなければならない。私たちの生活はこの働きのためにあるわけではありません。私たちの命、私たちの人生というのは神様の祝福されたものです。
例えば神様が作られたもの、空気、太陽、そういうのも、それらのものをお金で買えることはできません。皆さん分かりますか？この空気や雨、すべてはこの空気というのはお金で買うことはできません。もし数日間太陽がなかったり水がなかったらどうですか？これらすべてのものは主から来ているのです。私たちはただでこれを受けているのです。16節、あなたの父と母を敬いなさい。父と母を敬い、この安息日というのは最初の10回に1つ目から3つ目のこのまとめとなっています。私たちは父と母を敬うことを知りません。彼らの人生の経験やこの人生の真理というのを、教えたい。あなたの父と母を敬うときあなたは 長らく生きるだろうと、幸せになるためである。で、私たちの祝福された人生というのは父と母を敬うことから始まります。そして神様の祝福を受けることができます。それで、弱いが長くたになるためである。この雨や空気だけではなくて、彼らが土地を得て、その土地での神様の祝福です。そして季節ごとに彼らは祭りを行うこともできます。神様のリズムです。もう奴隷のように生きるわけではありません。生きなくていいのです。で、私たちの今安息日を守れていることに感謝します。この柔軟節、殺しはならない。私たちは命を重んじなければなりません。なぜなら、すべての命は神様によって作られたからです。神様のイメージに沿って作られたからです。もし彼らが私たちに優しくなくても、私たちを傷つけても、この命というのは尊ばなければなりません。まあ、彼らがあなたをいじめたとしても、たくさんのネガティブな思いがいつも私たちの中にあります。神様は私たちを守ってくださる。神様は私を尊ばれる。私たちは自分自身でリベンジを取ってはいけません。私たちはまず命を取ってもなければなりません。なぜならそれすべて神様が作られたからです。神様が全部支配しておられます。私たちのこの外側の体も、私たちの考え、私たちの魂を形作っているものです。なので、この体というのは取っ飛ばなければなりません。なぜならそれは神様によって作られたものだからです。で、19節、盗んではならない。
あなたの隣人に対して偽証してはならない。あなたがもしあなたが偽証するなら、あなたはインテグリティを失います。この誠実さですね、インテグリティ、誠実さを失ってはならない。殺してはならない、監視はならない、盗んではならない、偽証してはならない。これらのものが私たちの心の中にとどまってはいけません。なぜ私たちはこの、もし私たちに実戒がなかったら私たちは身勝手に振る舞うでしょう。私たちは神様との清い関係を持たなければなりません。私たちの時間も神様に属するものです。私たちのリズムも神様に属しているものです。22節から最後まで、神様は私たちを火の中から離してくださっています。で、神様はこの雲で、この栄光を覆い隠すように雲を送ってくださいました。神様は栄光に満ちた方なんです。23節から24節、あなた方が暗黒の中からその御声を聞いた。またその山が火で燃えていた時に、あなた方の、すなわちあなた方の部族のすべての頭たちと長老たちは私のもとに近寄ってきた。神様とは実戒のことを知っているだけではありません。この火の中から話すということは、このボディーランゲージというのと同じです。私たちも神様ともっと近づくことができる。しかし人々は彼らを恐れる。このモーセがこの火の中で神様を見たときは恐れたでしょうか。モーセも怖かったんです。この清さの中で神様ともっと近づくようになる。もし火の中で神様を見たら、私たちはもちろん死ぬのにふさわしいでしょう。しかし神様はこの暗黒で語ることに私たちの弱さをカバーしてくださっているのです。火というのは神様の栄光、力、そして清さを表しています。あなたが宇宙船に乗ってんで、そして太陽に向かって行くなら、太陽に近づく、あなたは恐れるでしょう。なぜならこの温度が高く、そしてあなたは焼け死ぬと分かるので、これと同じように死の火というのは非常に力強いんです。だから彼は非常に恐れました。28節、主はあなた方が私に話した時、あなた方の言葉の声を聞かれて、主は私に仰せられた。
29年どうか彼らの心がこの世でいつまでも私を恐れ私のすべての目を守るように。神様は彼らが恐れるとしてたんです。しかしなのでモーセはイスラエルの民を帰るように天幕に帰るように言いました。しかしモーセはどうでしたでしょう。モーセはそこに留まりました。モーセは恐れたでしょうか。しかしモーセは神様と良い関係を持っていました。この40年間この40年間かモーセは神様についていき続けました。イスラエルもそうです。火の柱雲の柱を彼らは見たのです。この実会というのは人を祝福するためです。この実会というのは私たちを滅ぼすためにあるわけではありません。この奴隷だった者たちがこの清い国として変革するためにこの十戒を与えられました。そして世代が神様の祝福を受けるようになる。この世代が主によって祝福されるようになります。これ今日のメッセージ終わります。主を賛美しましょう。この方だけを賛美しましょう。
神様、あなたに感謝します。あなたは私たちの神様です。あなたに感謝を捧げます。あなたは、あなたは私たちとこの関係を結びたい。あなたは力ある神様で、この力ある神様です。この奴隷の力、あなたは私たちを救ってくださいました。この私たちのこの人生のリズムに、あなたはこの正しい神様にある人生のリズムに導いてくださいました。神様はこの奴隷の力をあなたを救ってくださいました。あなたに感謝します。孤独、悲しみからあなたは私たちを救ってくださいました。あなたは私と、また私たちの家族の神です。神様、あなたに感謝します。あなたは私たちをこの虚しさ、そして混乱から私たちを助けてくださいました。この私たちの人生の中のこの意味をもう一度見出します。あなたは私たちにあなたの恵みを示してくださいます。この恵みが私たちの上にいつもあります。あなたによって私たちの神、命が、人生が再びこの立て上げられていきます。兄弟姉妹の皆さん、神様は私たちをみんな愛しておられます。だから神様は私たちに実感を与えてくださいました。私たちは恐れにいつも満ちています。神様は私たちに裁きをくれるのだろうか、この罰するのだろうかと、私たちはいつもそういうふうに考えます。神様は、私たちは神様の愛を知らないので、いつも間違ったものの見方をしてしまいます。神様は私たちに罰を与えたいんだと間違った思考を持ってしまいます。聖霊様、神様の愛が私たちに注がれますように。実感を見るときに私たちはもう恐れてはなりません。なんて神様素晴らしいんだろうと知るようになります。神様は私たちを創造し、そして救ってくださいました。神様はこのお方だけです。今私たちの手を挙げましょう。天の父よ、あなたの愛が必要です。心に入ってきますように。あなたと関係を築き上げることができますように。天の父よ、あなたは私たちを作ってくださいました。あなただけです。あなたが私たちを救ってくださいました。そしてあなたは一人子を送ってくださり、私たちの罪のために亡くなって死んでくださいました。すべての恐れが私たちの人生から去りますように。あなたをもっと愛すことができるように、あなたともっと関係を結ぶことができますように。あなただけが私たちを愛してくださいます。あなたが私たちを作ってくださっているからです。私たちの目があなたに向かいますように。
神様、あなたは私たちを作ってくださいました。あなただけです。あなたは私たちの唯一の神様です。あなただけです、主よ。あなただけが私の神様です。あなただけが私たちの天の父です。あなただけが私たちを作ってくださいました。あなただけが本当に私たちを愛してくださっている天の父です。あなただけが私を作ってくださいました。天の父よ、あなたの愛を感謝します。天の父よ、感謝します。これはすべてあなたの愛によってです。あなただけは神様です。あなただけが私たちを愛してくださっている神様です。天の父が私たちの人生すべての源です。天の父が私たちに命を与えたいと願っておられます。あなたに感謝します。あなたは一人一人愛しておられます。一つ一つの立法は私たちのためです。神様によって清さを保つためです。あなたの愛のためです。そうすることであなたをもっと知ることができます。また私たちはまた他の人々を尊ぶために、そして父と母を敬うために、あなたの真理によって父と母を敬うことができます。あなたにあって満足を得ます。私たちは他のものから慰めを得ません。他のものを欲しがってはならない。なぜなら神様、あなただけが私たちに与えてくださるからです。この安息日を守ることによってあなたとの関係をまた新しいものとされる、このフレッシュなものとしてくださいます。私たちは今日宣言します。一つ目のこの実会、一番重要な実会です。あなたの創造によって、あなたのユニークさ、あなただけ唯一の神であること、この実家が私たちの心の
深みに入っていきますように。この世にあるもの、何によっても恐れることがないように、私たちを神様によって祝福されます。どのような難しい、状況の中でも神様、私たちは知っています。あなたは私たちを支えてくださいます。あなたは私たちの盾です。だから恐れてはなりません。あなたの言葉をもっと願いたい。あなたの実感、あなたの戒めと掟を守りたいです。あなたは火の中から語った時、イスラエルは恐れました。なぜなら彼らはあなたを知らなかったからです。モーセはすぐに逃げませんでした。モーセは自分の靴を脱ぎ、そして神様の前にひれ伏しました。そして神様がインスピレーション、この愛、この人生、命を受け取りました。神様は私たちにこの火の中から話してくださっています。この火というのは栄光に満ちたもの、力に満ちたもの、これは私たちを灰にするための火ではありません。あなたはただどうか私たちに語ってください。皆さん立ってください。主の臨在の中に立ちましょう。このモーセのように、今私たち靴を脱ぎましょう。私たちは主を恐れてはなりません。私たちがもっと深く神様を理解することができるように、今この時この火が私たちの上に来ますように。どうか私たちを練ってください。私たちの神様のものではないものをすべて焼き尽くしてください。神様、私たちに語っています。神様、すべての言葉受け取りましょう。神様はあなたに何を語っているでしょう。神様、私たちに語っているのは分かります。私の声、愛には恐れがありません。愛は恐れを締め出すからです。私の目にはあなたは全て高価で尊い。たくさんの人が自分を卑下しています。ふさわしいものではないと、力がないと。しかし神様はあなたにおっしゃっています。私の子供、あなたに何かしようと、何か優秀になろうとなってほしいと言ってるわけではない。あなたの心だけが欲しいと。
このシンプルな信仰、私をただ信じるというシンプルな信仰が、そして神様に対する神様を求めること、そうすることであなたは自由にされます。神様、あなたを愛してますと、あなたの愛を受け取ります。神様のもと近づい、ついていきたいというその願いが私たちの中で大きくなっていきますように。神様が私たちの人生の中で火を表してくださいますように。この火が私たちを包みますように。この不純物をそれであなたが燃やし尽くしてください。神様の愛に応答していきましょう。あなた愛してます。イエス様、あなたを愛しております。22節見てください。これらの言葉を主はあの山で人、雲と暗闇の中からあなた方の全集会に大きな声で告げられた。この他のことは言われなかった。主はそれを2枚の石の板に書いて私に授けられた。これらの言葉が2枚の石に書かれた。この主の言葉が私たちの心に書かれるように、私たちの心が火によって焼かれますように、私たちの人生があなたについていきますように。あなたの言葉がこの火のように私たちの心に書かれますように、十戒のすべての言葉が私たちの心に刻まれますように。
私はあなたの主である。私がこのエジプトの奴隷の地からあなたを救い出した。だからあなたは私の他に神があってはならない。そしてどのようなイメージも作ってはならない、偶像を作ってはならない。そして安息日を守ってこれを聖なる日としなければならない。あなたの父母を敬わなければならない。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。あなたの隣人に対して偽証してはならない。あなたの隣人の妻を欲しがってはならない。あなたの隣人の家、畑、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてのあなたの隣人のものを欲しがってはならない。どうかあなたの指を、神様の指を使って私たちの心に刻んでください。あなたの力によってこれらのこの実感やすべてがを見ることができるように、あなたによって祝福され、そして豊かなものとされますように。もちろん私たちのこの人生の中でこの地を所有していくことができません。あなたは私たちの祈りを聞いてくださいます。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。